AF ガーディアン AF-2W と AF-2S によるハンターキラーチーム AF ガーディアンはグラマン社が製造したアメリカ海軍において初めて対戦戦専用に作られ使用された航空機システムである。それは2機の飛行機からなり、1機は捜索装置、もう1機は攻撃兵器を備えていた。その後、1機でその任務に当たり得る。 S-2 トラッカーの収益に伴い、アメリカ海軍部隊から姿を消した。VS-25 のマーキングが施された AF、AF-2S の保存期1979年の、撮影 AF-2WVS-37 の所属期1957年7月の撮影1944年に、設計が行われた、XTB2 階は3600ポンドの、 平装搭載量と3700マイルの航続力を持つ総発の飛行機だった。これはあまりに大きすぎて SX 急航空母艦からの時運用に適さないと判断され1945年にキャンセルとなり、回7回タイガーキャットの改良型である XTS 回 -1 の計画がその代替となった。しかし最終的に選択されたのは、 それとは別のモデル G-70 という社内開発番号を持つプランであり、海軍はこれに XTB3 回の番号を与えた。XTB3 回は、プラットホイット 2W アスプ製型エンジンを機種に、ウェスティングハウス製のターボジェットエンジンをビブに備えた混合動力機であったが、この組み合わせは不適当であることが判明し、 ジェットエンジンは一度も飛行に使われることなく取り外された。XTB3 回から 1S は並列複座で 20mm 機関砲2門の武装を備え4000ポンドの爆弾または魚雷あるいはロケット弾を携行できた。初飛行は1945年12月19日に行われた。1945年12月24日に海軍は 本機の任務を来撃から対戦水艦作戦に変更した。新しい任務に必要な機材をすべて一気に搭載することはできなかったため、2種類の異なった機体が製作されることになった。一つはハンターでもう一つはキラーである。ハンターは武装を持たず、その代わりに APS-20 捜索レーダーのための腹部、レドームを備え、乗員も2名追加されていた。 ハンター XTB3 回から 1S は1948年11月に初飛行を行った。キラーからは雷撃機が備えていた。機関砲は撤去されたが、爆弾層は残された。また3人目の乗員と、サーチライト及び短距離レーダーが付加された。キラー XTB3 回から 2S の初飛行は1949年1月だった。AF-2S の機体仮面。 爆弾層を開いている。エアロユニオンによって消防機として使用されていた AF-2S1991 年4月の撮影ガーディアンは AF-2W と AF-2S と解消され、1950年10月アメリカ海軍史上最大の単発ピストンエンジン機として収益した。AF-2S ガーディアンの生産機数は193機であった。 1952年、ハンター AF-3S は先行中の潜水艦を探知するための磁気探知装置を装備する機体として選出された。このタイプは40機が製作された。最後のガーディアンが配備されたのは1953年3月のことであり、生産数は全部で389機であった。ガーディアンは朝鮮戦争において対戦紹介任務に就いたが、 まもなく、グラマン S2 回トラッカーと交代し、1955年8月31日には、前期が引退した。ガーディアンは、アメリカ海軍予備部隊の陸上あるいは、艦上の対戦作戦機として、S2 回トラッカーに交代されるまで、ロッキード P2 ボルトネプチューンと混在して使用された。特に、アメリカ東海岸中央部の主要訓練基地である。 ビログローブ海軍航空基地において、東海岸の対戦紹介及び訓練に広範囲に用いられた。数機のガーディアンは民間において、水を投下する消防機として使用された。また、一機は、フロリダ州ペンサコーラの国立海軍航空博物館に展示されている。AF-2 エース3ベンズ。ありがとうございます。